はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、3月じゃなくて4月の11日火曜日ということで、はい、更新日やってまいりましたということでね、はい、見ていきたいと思います。まあ、昨日ね、前日予想を出させていただきまして、まあ、限定が来るとね、予想をさせていただきました。なので、ちょっとね、まあ、開くときにロード入るか入らないか、ちょっと不安なところがありますけれども、 まあ、ちなみにね、昨日の予想動画を見ていただいた方は、えー、把握されてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、僕の予想的には、まあ、プレイメーカーのマスメディアじゃないかなというふうに予想させていただいてます。さあ、当たるかどうか、まあ、楽しみなとこですね。 まあ、一平くんどうでしたかちなみに、僕は結局、まあ、動画ね、途中でね、累計終わった後とかも動画作らせていただいたんですけれども、まあ、結局ね、収穫はないというね。<laughs> コインはもらいました。はい。コインもらったぐらいですね。で、まあ、自然回復ぐらいでしかあの後やってないので、そんなに数もこなしてなかったですけれども、まあ、ブーストホイスルと、まあ、コインと、はい、もらえたので、まあ、いいかなと思ってます。ということで、まあ、ちなみにおかわりもね、何もなかったです。はい。やっていきましょう。 サブの方はね、ちなみに僕で85件で4枚ぐらい引いたんだよね。うん。悲しき現実ですね。さあ、どうださあ、ロードが入って、入るでしょう。うん、そうでしょう。よし、これプレメだな。これはプレメでしょ。うん、これはプレメですよ、皆さん。はい、プレーメーカーです。あれ <laughs> そっち まあそう、まああるね。うん、それはあるよね。うん。あ、佐藤涼が選手来ましたね、アビスパね。あ、谷選手のシュートセーバー欲しい人多いんじゃないかな。これシュートセーバーでしょう。うん。誰があと注目なんだろうね。藤井選手とかもね、ちょっと面白いかもしれないですね。ポジション的にウィングの選手だしね。まあ小泉選手も結構強そうだね。うん。あとは、そうね。 うーん。あと誰やろうね。下の、あ、平戸選手いるね。平戸選手ちょっと面白そうですね。荒井選手とかも意外と面白い。あ、パトリック選手いますね。はい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 。松本選手、山崎選手。山崎選手もね、結構強い可能性あると思いますよ。ということで見ていきましょう。こっちでしたか。すいません。外しました。すいません。熱さぽですか、しかも。<laughs> もう全外しです。すいません。 すいません。外してしもうて。すいません。僕の予想なんてこんなもんです。<laughs> こんなもんでしたわ。はい。ということで。まあ、はい。暑さポでしたね。はい。ということで、まあ、イベント暑さポです。まあ、今回の変更点。まあ、コインがね、追加されてるぐらいですかね。これ、もしかしてあれかな。ステージ、据え置きかな。あんま美味しくないね。じゃあね。ポイントも稼ぎにくいね。というところありますね。<laughs> 普通の暑さポですね。はい。 で、あとは、アクラちゃんの告知ね。これ17からでしょはいはいはい。あ、18からか。十 <laughs> 八18からでしたわ。18からあそうか、十ごめんごめん。18からやね。25で終わりやからね。はいはい、はい、まあ、ここもま、読み通りかな。はい。まあ、読み通りでしたよというところで。まあ。まあ、まあ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 。はい。はい。ニューウェーブもミキサーあるんですね。おー。なるほど。で、ちなみに、ニューウェーブいつまでなんだろうね。 ニューウェーブは5月19。あ、一緒か。あ、一緒なんだ。1段と2段。ほーん。これ、しかも期日まで外してるやん。あれこれ、高峰選手じゃないこれ一番強いの。あ、高峰選手 97? これ、強すぎでしょう。あ、でも結構、ボナセン EP、あれ以来じゃない多分、プレメとか以来じゃないの高峰選手ってね。ボナセン金 EP ね。あー。 あ佐藤亮が選手、ピック入ってないわ。<laughs> 入ってないんだ。でも90ぐらいいってそうやけどね。まあ、小泉選手ね。はいはいはいあ。谷選手がシュートセーバーね。はい。パトリック選手ね。はいはい。吉田、あ、吉田豊選手 92? 高くね <laughs> 高くねまあまあ高い。まあまあね。まあ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 。でも結構良さそうやね。こうガーディアンインターセプトね。はいはい。下田選手ね。はいはい。レールパス。あ、馬場選手。おお藤井選手。あカットインスピードスタードライブシューあー なるほど。<laughs> はいはいはい。ああ、はい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 。大木原選手ね。はいはい。大南選手、91、高いね。高くないダイナミックインター、ハードタックル。しかもこれ、ディフェッチ高いんじゃないかな、大南選手ね。これ、ディフェッチ高かったら右サイドバックめちゃくちゃジュアルで、ボナセンディフェンス20%アッププラスだしね。うん。上中選手も87。おおウォルハン起点ビルドアップ。ほうほう。安藤花選手ね。ああ、ほうほうほう。 山下選手も85。やっぱ J1 みんな85超えてるね、やっぱね。荒井選手ね。はいはい。山田選手。はい。あ、平戸選手。はい。レインボーーチ。あー、ウィング適性がないもんな。平戸選手って結構なんかパサーみたいなタイプばっか出るけど、そんな、あれかね、シュート、シュート、そんな得点取ってないわけじゃないよね。なんでこんなパサーなんだろうね、いつもね。まあなんか22シーズンの前半結構ね、なんか理想系みたいなカード。 来てたんですけどねなんか最近こういうの多いですね。あ、藤尾選手超えてないんだ。79ほんほんほん。松本選手もこれ超えてないかな。あ、84。あ、佐藤涼河選手 90. あー、異次元エースストライカーボレー<笑><笑>あーこれ欲しいな。異次元エースストライカーボレーか。ああ、いいっすね。いや、こう欲しいっすね。山崎選手91。まあ、山崎選手結構強そうやもんね。うん。 空中戦ハードタックルフィード。うん。はい、合計選手。阿部選手。阿部選手も来たんやね。<laughs> 87ね。阿、ま、部、あ、選手はね、まだ伸びそうですけどね、まあ。小野選手、宮崎選手、草野選手、はいはい。山田選手、川上選手、石川選手、あ、小屋選手来ましたね。ポスト無回転ボレー。おお、ダイナミックですね。斉藤選手、91。おお、ダブルタッチミドルキラーパス。おお、武富選手。 あ、いいね。フラスルね。カーブシュートストライカー。いいね。加藤選手。加藤選手もね、カットイン系のね。インサイドカッター、ミドルするスルパソン。あ、鈴木選手来ましたね。これちょっと注目だね。あ、ボナセン・ディフェまでは来てないのか。ディフェ値高いままだと思うけどね。適正増えましたね。やっぱ左ね。うん。まあ、そりゃ増えるでし、ょうって感じですよね。名倉選手。お、大本選手来てるやんや。うん。あ、シゲ選手85超えたんだ。ほう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 。 ということで、まあこんな感じとなっておりますと、まあ一段とそんなに大差なさそうですけどね、まあ果たして、まあ、どうでしょうというところですね、ここね。はい。で、まああとはそんなに何も来てないかな。キャンプ告知が、キャンプ特攻ではないかなあ違う違う,違うキャンプ特攻って書いてありましたちなみに。<laughs> ちなみにキャンプ特攻ではないということは、キャンプはない。キャンプ今月ないんだ。あー。 今月キャンプないですね。多分ね。はい。多分ね。多分ない。<laughs> いや、わからんけどね。多分ないと思います。はい。ということで、まあ、これはね、またね、えー、ちょっと出したいと思います。はい。動画の方ね。厚さぽね。はいはいはい。リーグ不具合の帯、30コイン。はい。まあ、暑さぽね。はいはい。まあ、チラッとやっときますか。あんまやることないしね。まあ、2段。どうすか皆さん。まあ、選手狙ってね。はいはい。 まあ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 。まあぼちぼちやりますかなって感じですよね。<laughs> 谷選手のシュートセーバーがまあ一番目玉なんかな。まあ高峰選手とかもね、まあまあグレード高いところはね、当然まあそれなりにやっぱり質はあると思うんですけどね。うん。いや、佐藤良が選手欲しいね。ちょっとアビスパで自チーム引くか。そろそろ。ここの異次元ちょっと欲しいですね。うーん。欲しい。ふふふふ。 で熱さポって確かお気に入り券落ちるよね。金箱からね。確か落ちると思うんですよね。確かね。まあ落ちると思うんで。まあそっから狙えたりと。まあ累計も一応あるやろうしね。どっかにね。うん。熱、ま、さ、あ、ポどうすかね今回人気出るかねうん。なんか微妙な。どうすか <laughs> マスメディア来なかったね。マスメディアしないんかなマスメディアもっとやっていいと思うけどな、僕は。うん。あんま好かれてないんかな。 まあまあでもマスメディアでもあれか、あんまり刺さる層が少ないのか、どっちかというとね、イベント的にはね。パネスト、パネストはまあ、早くても、まあまあ、わからんよね。パネストもしかしたらね、ゴールデンウィークとかにあるかもしれないからね。うーん、なんか悔しいですね。予想外したね、普通にね。普通に外しましたね。なんか、惜しいとかさ。 まあ惜しいといえば惜しいのかもしれないねまあまあ惜しいというかまあ方向性は合ってたんですけどうん、まあ、そんなになんか <laughs> しっくりこなかったねうんこれ特攻どうなんかな今回僕は中川選手持ってないな多分ちなみにさ厚さポってさ増えるよねちょっとだけね特攻ね ちょっと一応育成してみようか104から増えると思うんですよね、確かね。今回、ライト系ン選手も僕そんな持ってなさそうやったな、今チラッと見たけど、あんま集中して見てないけど、<laughs> まあ、厚さぽの進め方、ちょっとだけ言っときます、じゃあ、厚さぽね。まあ、厚さぽってね、結構基本的にまあ変換するかしないかみたいなところぐらいなんですよね。うん、まあ、オセロの要素がね、強いっていうところもあるんで。 あ、だいぶ上がるやん。<laughs> だいぶ上がるやん。まあ、育成できる人は育成した方がいいですね。これぐらい上がるんだったらね。で、厚さポって基本的に、そのね、やり方っていうかまあ、そんなに難しくなくて正直。まあ、その何をまず目的としてやるかなんですけど、まあ、累計取れればいいのか、ラン比ベやるのかっていうところがまずあると思うんですけど、まあ、とりあえず、うん、まあ、累計組は、まあ、それなりに特攻ね、途中でまあ、拾っていって、別にガチャとかしなくてもいいし、まあ、特攻拾っていって、 で、まあ、そうですね。あの、変換があるんですよね。これ、フードで変換できたりとか、まあ、BP 使って変換できたりとかね、するんですよね。あの、サポーターね。で、それはね、基本的にまあ、挟む目的と、あと、あの、ギフトのね、女の子がいるんですけど、その、その、えー、こうね、旗持ちに変えるぐらいかな。まあ、特にそのギフトの旗持ちというところは、累計目指すだけだったら積極的に変えていっていいと思うんですけれども、ただ、ランキングをめっちゃ、 まあ、例えばある程度の順位まで狙いたいってなったときに、結構その余裕があるんだったらいいんですけど、カツカツなら、まあそこまではしない方がいいかもしれないですね。うん。まああくまで得点目,目当ての変換というところを心がけていった方がいいと思うんですけど、まあ累計だけ取れ、まあ累計ある程度取れればいいやっていう人はもう積極的に、はい、女の子は変えていきましょうって感じですかね。で、そこのまあドロップをちょっと狙っていった方が、まあ個人的には美味しいんじゃないかなと。このイベントね。うん。まあちなみに箱の中身ちょっと見てみようか。 金がお、えー、85、お気に入り 70, グレード 70, ニューウェブライトお。で、普通の箱からライト券出ないんだな。うん、そうね。まあ、グローリーが結構落ちるイメージありますよね。厚さポってね。で、コインはまあ、はい、獲得できますね。う普通のやつから2と10で、金から15ね。はい。まあ、てな感じですね。で、ランキング報酬は、まあ、この前と変わってないね。うん、これは全く一緒で、まあ、優低1000位以内とか入っとけば、まあ30、30%とかね、あるし、 まあここら辺狙う人はね、まあまあいるんかもしんないですね。うん。まあ、悪くはないですよね。繊維で。まあ、限定チャンスあるんだったらね。まあ悪くはない。まあいいかは置いといて悪くはないと思う。とりあえずね。で、意外とね、厚さポって、あと、その、なんか周回、そのステージ数によってね、場ももらえたりするんで、まあ意外とね、消費少なくやれる方なのかもしれん。特に、累計に関しては。うん。 っていう感じなので、まあ印象は、まあ別にやりやすいっちゃやりやすいかな。うん。あまあいかにそのね、さっき言った通り、まあ、累計目当ての人はその箱の中から、まあいかに、うん、なんか、85件とかね。 まあそういったところが落ちたらラッキーかなぐらいで、まあやってみるといいんじゃないかなと思いますね。まああとはもうそんなに難しくないです。あとはもうオセロの要素なんで変換とかね。まあうまく挟んで、まあボーナスポイント貯めていってんで早く30貯めて、まあ倍にしてそこでうまくポイントを稼げるかとか、まあ結構ね、厚さポテトの運の要素っていうところも結構強いんですよね。まあなので安定するかって言われるとちょっと難しいんですけど、まあそこはめげずにね、まあステージ数こなしていけばポイントはね、増えるので、まあそれはね、皆さん、あの、まあ 同一条件だと思うんで、ね、まあその特攻の差とかはあれのねあのー、なんかその例えばトロランとかみたいにその特攻地でやりやすさが変わるとかそういうのではないのでもうステージの消化は一緒だからねそれをまあまあとりあえず消化してポイント稼いで中からね、まあ、箱からアイテム取って、まあ、累計もねそれなりに取っていきましょうって感じですかね。 まあ一応累計のね、目安とかをちょっと言っとくんであれば、まあ銀スパが結構上の方あったんですよね。そうそう。ここは行きたいね。なんならもう、まあ随取り切りたいとこではありますけどね。まあ金ホイッスルも欲しいですしね。言ったらね。まあこのやっぱ銀スパちょっと欲しいかな。うーん。 まあ、あともう一つ85件とかなんでしょうけど、まあできれば暑さも別にそんなきついイベントではないので、まあここまで頑張っていってほしいなと。まあ今回ライト券もあるしね、まあどでライト券とか落ちて特攻を乗る場合もあると思うので、まあぜひね、まあ300万いってほしいですね。まあ GP 回復薬5個もらって気持ちよく累計目指す人は終わってください。でまあ、頑張りましょう。<laughs> まあそんなにはいライト券あるんで苦しくないと思うので、しっかりと、えー、おのおの頑張っていきましょうって感じですかね。 ということで、まあ、今日の動画、まあ、更新動画はこんなもんで終わりますが、ここからまたね、えー、解説動画、ま、いろいろ選手評価とかね、まあ、ガチャ解説とかいろいろやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。